黒い朝解きつける汚れ地を盛り返れ会場のゲームの電撃特設ブースからステージイベントとニコニコ生放送をお届けいたします。さあ本日一発目のステージいきますよ。本日最初のステージは電撃ドラッグオンドラグーン3特別編 TGS2013 ファンの集いでございます。スクエアエニックスさんから12月19日に発売されるドラッグオンドラグーン3ですが、実は毎月1回ぐらいのペースで、電撃さんとニコ生をやっておりまして、さらに電撃 DOD3 という名前で電撃オンライン、電撃プレイステーションにて連載を展開していたりもします。今回のステージはそれらの出張版みたいな感じです。それではここで私とともにステージを盛り上げてくださる出演者の皆様に登場していただきましょう。皆さんどうぞお登壇ください。紹介したいと思います。まずは開発の指揮を取られているスクエアエニックスのプロデューサー柴貴正さんです。はい、おはようございます。柴です。まあ、杉田さんが出てくるまであと1時間ぐらいありますのでまずはこれで楽しんでいただければいいかなと思います。よろしくお願いします。それはどうなの、はい、素晴らしい素晴らしい、皆さん柴さんを見に来ておりますよ。そしてスペシャルゲストはこの方、本作のテーマソング黒い歌の歌い手である青いエールさんです。よっ、よろしくお願いします。よっ、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 サイリウム、よっ、サイリウム、サイリウム。さらにコメンテーターとして電撃プレイステーション編集部の松下忠嗣さんにも来ていただきました。電撃 PS 松下です。男前、よろしくお願いします。忠嗣様、柴さんもいい、そういうのはいい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、さてさて、これまでニコニコ生放送にて電撃 DOD3 の番組を3回ほど配信させて
いただいておりますが、はい、会場にお越しの皆さんは、はいはい、ニコニコ生放送の電撃 DOD3 の番組見たことあるよっていう方、おおちょっとどうですか、ありがとうございます、柴さんありがとうございます、すごいねねえ、ありがたい、ありがたいお話、すごい、すごい、ありがとうございます。どうですか千葉さん、いつもの電撃 DOD3 とはちょっと感じ違いますか、はい、いやめちゃめちゃ緊張しますね、緊張しますよね後ろでは結構普通だったじゃないですか、いやいやいや、これは圧がすごいし確かに、あとね、奥にゼロのコスプレしてくれることがいて、ありがとうね、すごい、すごい、あ、ギリ、あ、すげえ、エロい、エロい、エロくて可愛い、いやいや、ちょっとやめてよ、そういうのなんかね、ニコ生をご覧の方には見せられないのがちょっと残念ですけど、はい、すね、素晴らしいです、そしてエールさんは、うん、はい、初めてですよね、はい、あの東京ゲームショー、いつも、まあ、北海道出身ということもあってですね、ニュース番組の東京ゲームショーの様子を見ながらいつも指を加えてたんですよなるほどなので今日初めて来れても感激ですね、どうですか、いやもう後からいろいろ回ろうと思って回ってください、はい、気をつけてくださいね、かられないように大丈夫です、まずはこれをちょっと全力投球で、はい、そうですね、お願いします、はい、そうそう、エールさんといえばですね、はい、このドラゴンドラゴン3のテーマソングである黒い歌、はい、歌ってらっしゃるんですよね、はい、先ほどご紹介いたしましたが、はい、もうなんか黒い歌ね、はい、さっきちょこっとだけしか流れてなかったんで、はい、ぜひこれちゃんと聞いて、ちゃんと聞いてっていうかこう、うん、PV とともに聞きたいなと思うんですけど、うん、はい、聞きたい、聞きたい柴さん聞きたい、私も見たいよね、見たい、皆さん聞きたい、見たいし聞きたいですよね、えっ、ありがとうございます、ありがとうございます、ではではでは、それでは黒い歌が使われている PV を早速見てみましょう、はい、どうぞ、お願いします、遠い、はい、あーすごい、また抜かれてますよ、すごいです、はい、エールさん、いやもう映像が本当に素敵で、いやいや、実はあの、はい、ホームページ行っては、はい、結構ちょこちょこ見に行ってあ、自分の歌が流れてるから、いや、やっぱり感動的だったので最初涙が出るほどやっぱ感動したので、確かに、はい、まだでもちょっとじわっときてますけど大丈夫ですか、いやなんか結構なんか最近来るんですよ結構最近よく来るんですよね、いや、はい、なんかエールさんすごいドラゴンドラグーンがお好きということで前から伺ってるんですけど、はい、今回黒い歌を歌うことになって、はい、どんな思いを込めて歌ったのかなと思って、はい、まあ、ドラゴンドラグーン1の方でスキルという楽曲があるじゃないですか、はい、うん、私スキルもすっごく大好きで、あのよく移動中とかに聴きながら移動したりとかしてたんですよ、はい、で、だからやっぱりそのスキルっていう曲もなんかこう怖い感じがしていて、でもなんかこうなんか生ぬるい、いいグロさというか、あ、分かる、そういう感じがあるじゃないですか、なので、最初黒い歌の、はい、特にワンコーラス目は割と静かで、はい、なんかドロドロっていうか、もうちょっと黒い歌はサラサラした感じで、うん、だけど悲しげに歌おうとかいろいろとちょっとディレクションをさせていただいて、で2番から一気にこうテンポが、そう、はい、2番からがだいぶ変わるっていう、テンポというか、まあ、そうですね、はい、楽曲のはい、まあ、こう後ろがこう結構、うん、音が増えてくんですけど、はい、その感じの時とかはやっぱり疾走感的な感じだったりとか、はい、なるほど、でもダークな感じっていうのを意識して、はい、歌ったので、後半いわゆるエール節というか、なんかこう上がっていく感じが入ってくるので、あ、そうですね、はい、でもまあせっかく PV 使われてますけど、はい、まあ、ゲームの発売日はね、そうです、すいませんもう一度謝った方がいいですか12月19日です、いや、まあ、はい、クオリティが上がるなら全然いいと思いますんで、はい、はい、まあ、一度頑張っておりますんで、もう少々お待ちください、はい、というところですが、ね、はい、はい、じゃあそのクオリティを上げるために一体どんなものが出るのかご紹介していただきたいんですけれども、はい、ドラッグオンドラグン3にはシリーズの10周年を記念したスペシャルなパッケージも実は用意されているということで、そうですね、これ、はい、と会場の皆さん生で見れるの初めてかな、うん、あ、そうですよね、まだこれですよ、これ見えます、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 すごい大きいでしょ、これめちゃめちゃ重いですよ、本当に本当に重いですよ、これ、はい、で、まあ
やっていいですか、前戸のことだから開けてみて、はい、開封の儀式をやらせていただくんですけど、はい、まだ予約受付中ですからね。まあそうですね、はい、まずは、これ、前のニコ生でお見せしたパッケージですね。こういうパッケージになってます。はい、はい、ちょっとこうゼロの衣装を模したような、うっすらゼロの肌が見えてて血が見えてるみたいなものです。はい、ね、うん、で、もう一個はこれまだ入ってないですけど、ここに映像 と、CD が入ります。はい、はい、で本当お重形式なんですけど2段目に、ポストカードのブックとあと小説で、小説はこれも前のニコ生で言わせていただいた通り、藤作家さんが、そうですね、書き下ろしで各話ごとに、ちゃんと挿絵を やらせてもらっているというところ、はい、超楽しみ、はい、うん、あとはこれですね、設定資料、これが一番皆さん欲しいんじゃないかな、設定資料集です。すごく分厚い、はい、分厚いです、はい、こんな分厚いんですよ、見応えありますね、中まだないですけどね、そこは見せなくてよかったんじゃない、はい、はい、ですね、はい、それで、先週の茶番劇用に使われた、これです、台本ですね、これ、はい、これ台本です、本当素敵ですね、これでみんなで DOD ごっこできますからね、やってください、はい、シナリオ台本と実はウィンドウ台本といってゲーム中の台本とこれ別に実はなってるんですね、すごい、はい、こういうのが入ってたりします。はい、で、あとは、DLC のコンテンツとか入って、はい、なんと 19,800 円という素晴らしいですけど、これお得ですよ、ですね、はい、まあ、毎回最新情報を出しているということなので、うんうん、はい、今回もちょっとやりたいなと思うのがあってですね、はい、一度も触れてなかった特典映像、はいはい、まあちょっとこれ買った人のためなのであれですけど、どんな感じのものが入ってるのかなっていうのをちょっと見ていただく、はいはい、かなと思います。はい、じゃあちょっと一回、普通の画面戻してもらっていいですか。ドラッグオンドラッグの出るかな、ヒストリーフィルムって書いてある、チラ見せで、はい、こういうおこういうのがあって、まあいろいろハテナがあったり、ハテナがあったり、はい、でまあ DVD のヒストリーがちょっと入ったりとか、本当に見せちゃいますね、はい、ちょっと後でお見せしますけど、おっとちょっと中身見せちゃうとあれなので、お落ちちゃいましたね。あ、でいろいろまあ、あ落ちちゃった、うん、ごめんなさい、はい、で、いろいろその CM が入ったりとかいろいろあってるんですけど、うん、今回これ用に作った、うんうん、これも、ここには来てない横尾さんが作られた映像があるんですが、うん、はい、これめちゃめちゃネタバレになるんですね、うんうん、でまあ、基本買った人向けなんですけど、うんうん、向こうさんと激しい悶着の末ですね前半数十秒だけだったらいいよって言われたので、ここで出してみようかなと思います。いっちゃいますか。はい、じゃあ出せるかな。これがこれって、あれ見えてますか、見えてませんか、あれ、これでどうですかね。よしよし、映りましたね。ということで、ここに書いてある通り、これから表示する映像にはドラッグオンドラグーン3の結末に関する情報が含まれています。ゲーム未プレイな方はゲームをクリアされてから見ることをお勧めいたしますね。それでは開始しちゃいましょうか。はい、ここですみません、これ以上はさすがに、いや、まあ書かれてたけどネタバレ、ね、さすがにネタバレなのでいいですけど、こういうテンションのものではい、はい、いろいろ過去のこう流れをずっと、まあ、1から2があって、でもなんかナレーションもかなり意味深でしたよね。そうですね、ナレーションの方もちょっと新しく、まあ、名前はあえて言いませんが、はいはいはい、ちょっとあれ新たにナレーションもちゃんとつけてというところで、はい、ほらもう葵さんとかびっくりしちゃってるもん。いや、もう来ると思ってずっとこうやって待ってたんですけど、うん、終わりみたいな感じで、いや、ほんまにでも勝った人のものだし、あとやっぱプレイした後のネタみたいな、はい、後というかまあちょっとネタになってるので、まあ、書かれてましたね、そういう注意書き、ご存知の方はご存知かもしれません、この辺すごく大切にやってるプロジェクトなので、はいはい、すみませんが、ここまでで勘弁してください、すみません、はい、いやー楽しみですね、楽しみです。
はい、そう、楽しみといえば大反響をいただいているものがあるじゃないですか。宣伝資料集がすごい大反響だそうで、はい、まあ、はい、この中にね、はい、宣伝資料集さっき入ってますけどね、こちらもね、先ほどご紹介いたしましたが、はい、そうなんですよ、これは、はい、まあ、基本的にドラッグオンドラグーン1、2、ニアしか入ってなくて、うん、はい、まあ、3はちょっと別の理由で、まあ、先ほどの、まあ、もうその話この前したからいいですか、あの告知させていただきますと、それはまあちょっとお願いしようかなと思います、はい、まあ、画面に出ますかね、先ほどのパワーポイント、はい、はい、こちらですね、はい、我々電撃のスタッフがですね、うんうん、今度この DOD3 の設定資料集の方を手掛けさせていただくことになりました。やったー、はい、はい、で、あ、ありがとうございます。まあ、以前我々あの DOD2 ですとか、まあ、ニーヤの設定資料集、もしかしたらまあお持ちの方もあのいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、全員じゃないですけど、まあ、その本を作ったスタッフがですね、結集してまあ作っていこうと、まあ、あのゲームが発売してから、まあ詳細はお伝えできると思いますので、皆さんお楽しみにお待ちください。はい、こちら、電撃さんの設定資料集は1月下旬の発売を予定しているそうです。まあ、予定ですけどね、うん、予定ですけどね、まあ、ゲームがちゃんと、ね、出ればということの振りですよね今そういうことでございます、はい、皆様お楽しみに、はい、申し訳ない、はい、それではここで、はい、10周年記念ボックスの概要、そうですね、先ほどちょっとね中身に触れたんですけれども概要お願いします。ちょっとしつこいですけど、はい、画面出るかな、はい、画面出る通り、はい、まあ、パッケージイラストが書き下ろしですよというところ、はいはい、でもちろんゲーム本体のソフトが入って、うんうん、ワールドインサイトが入って、うんうん、で、CD が入って、でさっき言ったヒストリーフィルムも入ります。あれ、はい、過去の実は CM とかも、入れ込んでるので、うん、懐かしいな、僕たちが見ても懐かしいと思うものがあったり、やっぱね、これゲームが入ってこのお値段だったらね、そう、個人的には全然あり、ね、はい、ですね、でノベルプレリュードがあってビジュアルがやって、はい、収録台本で DLC コードということで、はい、あの意外とこういうのって今までうち出してなかったんですよね、うん、出版もあるのになんでなのっていう話が一方であると思うんですけど、これちょっと総力を上げてやってる部分があります。でちょっとしつこいですけど、これ多分最後の、プロモーションになると思います。そうですね、はい、で理由としてはですね、そろそろ予約を締め切ります。そうなんですね、9月の25日の、はい、18時、はい、18時までです。いや、もうゲームショー明けにすぐ終わっちゃうってことですね。そうですね、でもう受注生産しかしないので、基本このタイミングを逃すと、うん、後々なんちゃらオークションとかで高いものを買わされる可能性が非常に高いので、いやいや、うん、興味ある方はぜひとも、あの、はい、うちの e-store は限定になってますけど、はい、来ていただいてお願いしたいなと。はい、まあ、非常に高いものなんでね、はい、あの難しいと思うんですけど、うん、お願いしたいなと思います。はい、はい、10周年ボックスはスクエアエニックス e ストアでのみ販売されております。はい、気になった方はぜひお早めのご予約を、もう25日の18時までなのでお願いいたします。皆さん予約してらっしゃるかもしれないですね。ちょっと聞いてみてもいい、うん、あ、できますか。杉田さんはいいや、いや何言ってんの本当に10周年ボックス予約した方ちょっと挙手。うわ赤目がいっぱい。ありがとうございます。俺もだけどね。あ、そうだ、すごい。俺もじゃあ。俺もって。本当かっていう。あ、じゃあはい。なんかすごいですね。すごい。本当にありがとうございます。何これ。何これ。DOD すごい。すごい。皆さんの愛を感じますね。感じます。嬉しいですね。はい。嬉しいです。また、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、DOD ファンの方はもうご存知だと思うんですけれども、次のコーナーでは DOD1 と DOD2 の魅力についてファンの皆さんとともに振り返っていこうと思います。はい、あの忠次様、具体的にこれどんな企画なんですか。忠次様、忠次様、いや、あの実は今日ですね、はい、まあ、あの普段 DOD シリーズのビギナーでありながら、はい、僕らをすごく引っ張ってくださってる広橋さんへの感謝の気持ちを込めて、私のためのコーナーなんですか。DOD1 と DOD2 の、はい、それぞれの名シーンを動画として用意しました。見たい。でね、これ、はい、まあ、ファンの皆さんと一緒に盛り上がりたいなってところもあるんで、はい、実は葵さんにお願いしまして、はい、あの動画の方チョイスしてもらいました。やった、はい、選びました。ありがとう、はい、楽しみにしててください。これマジでガチで選んでますからね、はい、まあ、いっぱい出てきてすげえなんか、そう、ね、その中でもよりすぐりのチョイスをしてもらったんで、はい、はい、葵さんお願いします。出番ですよ。
あ、そのじゃあどまず DOD1 からじゃあ行きましょう。はい、はいはい、ここに出ます。どんなシーンでしょう。さあどこかな。はい、わー来た、まあ、ここだよね。ここをチョイスした理由が知りたい。まあ、前回の放送で、はい、まあ、キーワードをごちそういっぱいにしたんですけど、あの広瀬さん多分そのシーンを見たことが全然だからなんだろうなって、ね、はい、なのでもうぜひここのシーンはやっぱりドラゴンドラグーン1やった方々には皆さん納得なんじゃないですかね、ま、結構焼き付いているシーンなんじゃないか。なんか会場の方がみんなすごい笑ってるんですけど何ですかこの不思議な微笑み。その意味はすぐ分かる、はい、はい、楽しみにしていただければと。はい、じゃあ早速ですが、はい、動画を見せていただきたいと思います。お願いします。お願いします。もう心の準備をしてください。あ、はい、来て。え、え、何これ。赤ちゃんですね。お、大きくないですか。一つになりましょうと。私の赤ちゃん、このアリオーシュってキャラクターがですね、はい、まあ、昔自分の赤ん坊を亡くしたという設定で、うわ、まあ、自分赤ちゃんをこう自分の体内に入れて守るっていうようなキャラクターだったんですが、はい、まあ、戦慄のシーンですよ。なんか ここをチョイスしちゃうんだもんな、葵さんが、ね、これ、映ってないですけど、あのグショグショって音が聞こえるんですよね。あ、かわいいですね、赤ちゃん。かわいい？あ、でもすごい歯が生え揃ってる。お、アリオシ一体何を。ここが例のシーンね。はい、はい、ごちそういっぱい。うわー、ゾッとするわ。アリオシが食べられちゃうよ。何もかも狂ってる。ここは地獄だ。壊れるのはどうしよう。女の人が出てきて一応進めれば命はないぞ。待ってくれ。ひどいよ、ベルドラ置いてくんだもん。いや、もうね、リアクション取れないですよね、こんな。まだあるんですか、これ。赤ちゃんの歯が生えてるのが怖いですよね。生えそう。お、母体だ、母体。まあ、この後こいつら戦うっていうね。もうあの前に、はい、白と黒の輪っかが出てきたんですが、はいはいはい、この母体が出すんですよね、白と黒の輪っかを。さあどうですか、広瀬さん。なんでここを選んだんですか。いや、ね、ここはでも、はい、やっぱり名シーンですよね。名シーンですね。すごい、はい、このドラッコンドラグンっていう作品のこの狂気をなんていうんですか、こう感じていただける、まあ、名シーンだと思うんですけど、はい、まあ、さすがここをチョイスしてくるあたりすげえなっていう。いやでもやっぱりまあ、多感な時期に、はい、あの映像を見るとやっぱりもう脳に焼き付いて離れないですか、ね、トラウマになるかのめり込んじゃうかどっちかだと思うんですけど。私多分今夜見ますよ。この夢を見る気がする。あ、そうね、じゃあ次2、葵さん。そうですね、行きますか、やってもらっていいですか、はいはい、次2はですね、まあ、これ2やった方々はもう絶対このシーンで何か声を、まあ、うん、もしくは規制を上げたはずだと思うんですけれども、ちょっとこの、はい、おーというシーンを出ますかね。あ、じゃあ出ますか、ね、はい、動画。もう、みんなキャーって言ってる。特にタイムさんの笑顔に注目ですよね。笑顔っていうかね、まあ、笑顔というか、なんかすごい会場の女子たちがキラキラした笑顔になりました。そうですね、黄色いのが来ましたね。王子がちょっとかっこいい感じで。王子でもおじさんですけどね、この時。ここでもそれもかっこいいんですよね。もう王子っていうか王ですね、なんか。あ、ちょっとなんか楽しみです。はい、ここは大丈夫でしょう。先ほどほどではないでしょう。じゃあ早速動画を、はい、見せていただきたいと思います。お願いします。Thank you.
わかる。めっちゃかっこいいですよね。これあの前作の主人公です。はい。めっちゃかっこいいじゃん。めっちゃかっこいいです。ワンの主人公がツーになって年を取ってもう一回出てくる。あのこの何ていうんですか。傷？なうちがじゃちょっとした武将姫がたまらん。いやでもこれマナからしたら相当恐怖ですけどね。ツーのヒロインからすると、はい、実はいろいろ過去にあったトラウマがあって、はい、ヒーってなってたじゃないですか。そうなってました。うん、はい、はーってなってそっからだな。わいやー素敵、いいところをチョイスされましたね。 ありがとうございます。ワンは怖かったからね。そう、そうなんか、はい、タイムもいいけどマナの表情がすごいいいですね、これね。うわ来たみたいな、そう目の表情がすごい。で以前のニコ生で、はい、まあ、あの主人公ともう一人 の赤いドラゴンが燃えるシーンとかご覧になったと思うんですけど、ありましたね、まあ、それが紆余曲折を経て先ほども登場シーンから紆余曲折を経てあのシーンに行くっていう、はい、はい、すげえいいシーンだな、はい、ね、もう広瀬さんぜひ、はい、あ、まね、会場の皆さんもこのシーンご存知だと思いますし、す、ね、ニコ生の方ももう DOD1、DOD2 大好きだから、かなり温まってきてるんじゃないかと思うんですけれども、うん、はい、じゃあやりましょうか、ね、行きましょう、はい、DOD3 の実機プレイいっちゃいますか。やります、行きましょう、いよいよ、はい、じゃあ柴さん、プレイしつつ説明をお願いしたいんですけれども、はいはい、そうなんです、だからこんな、なんかちょっと何やろ、ね、K-POP アイドルみたいな人させられてるんですけど。めっちゃかっこいいですよ、柴さん。もうや大丈夫、大丈夫、やだなと思いながら、いけてる、はい、じゃあ、はい、画面出ました、画面出ますかね、出ました、出ました、はい、これ、4章と言われるところで、まあ中盤ぐらいかな、はい、のところです。で、前も言いました、こうキャンプ画面で開いてる状態で、うんうんうん、アイテムもこういっぱいあったりします。今回おっさん、おっさんというか、まあ、おっさんとジジイですね。そうですね、パーティーがおっさんとジジイなんで、はい、はい、怖い。ご注目くださいで、ジジイとおっさん、おっさん、胸張ってるド M のおっさんと剣がごっつい絶倫のジジイがいます、ね、このコンビネーションやばいですね。でじゃあ降りちゃいます。はい、行ってください。はい、まあ、こんな風に歩いたりしてるとこう、避けたりしてます。あ、来ましたね。で、狼ですね。また狼と戦うかい。これ結構小さいんですよね。で基本、まあ、ロックオンしてもらったらそんな難しくないので、うん、ボタンしか押してないですけど、まあ、なんとなくそれでやりくりしたりできます。気持ちよさそう。相当気持ちよさそう、はい、で、ロックオン外してこのフリーカメラで戦ったりとかもできます。なるほど。でかなりテンポが速いので今回ゲームの、そうですね、はい、グイグイグイといきます。ロさん他難しいですね。またなんか漫才みたいな会話が繰り広げられてます。はい、そうですね、荒ぶってはなりません。音がね、この会場の人にはちょっと聞こえづらくて申し訳ないですけど、はい、いろいろボイスで喋ったりしてます。はい、はい、まだいますね。まあいいか、持っていきます。はい、お、回復します。はい、で、ああいう、まあ、弓矢にこれちょっと囲まれてるのでちょっと武器チェンジをします。何かというと、戦輪という遠距離武器に切り替えてロックオンして叩き落とします。マルチロックオンできるんだ。はい、今回遠距離で戦います。で囲まれて近距離だとまた剣とかに持ち替えて戦うということで、今回こういろいろ持ち替えて戦うっていうのがゲームの基本になったりもします。なるほど、なるほど。あとこれ、まあ集団の囲まれた敵が強いんですけど、敵が単体になったところですね、格闘装具って言って、こういう格闘装備を使って、すごい、すげえ、はい、こんなこともできるんですね。あと、見えるのかな、痛いですね。あとはドロップキックですね。すごい、はい、こんな感じで敵をロックオンしてすげえドロップキックで倒したりとか、まだ敵が上に残ってるんでちょっと上を倒しましょう。痛い痛い、死ぬ死ぬ、ちょっと死にかけなんでアイテム使います。はい、アイテム使っちゃってください、はい、あ、間違えた間違えた、順調に服が赤くなってきました。このロックオンかっこいい。はい、ロックオンで倒しました。まだいるのかな、敵がいますね。あと4体ってなってますね。ね、いますね。ちなみにこの戦輪戦っても結構強くてですね、範囲が非常に広いので、
リーチ長い。これでちゃんと戦ったし、使ってみたいわ。鉄拳にぶっ切り替えて戦いますね。まあ、力は4とかにも高そう。はい、あと1体どっかにいるね。あ、いましたね。上にいますね。はい、落としました。ロックオンいいですね。これ面白そうですね。はい、これいろいろロックオンで遠距離のやつ倒したり、FPS みたい。はい、そういう操作もいて、まあ開けるとちょうど上の方に見えるかどうかなんです。弓兵がいっぱいいるので、これも先叩き落とさないと後から面倒くさくなるので、おお、これはかっこいいです。あ、また当たった。あ、落ちてきましたね。はい、手裏剣みたい。うん。めっちゃ硬い。さすがに喉が焼けるね。まだいますね。いっぱいいますね。なんかこれまでのドラッコンドラグーンとはちょっと違いますね。相当アクション要素が強いゲームになっています。あの奥田のあ、そうですね、奥田がずっとエロいこと言い続けてます。真剣に人がゲームやってるから、ちゃんとゲームゲロは怒ってたから。そうですよ、これは怒りますね。エロ口叩くな。はい、すごい、ゼロさん赤くなってきた。そうですね、もうだいぶ真っ赤に。ちょっと後で使ってみましょう。あと縦兵みたいなのはガードが強いので、槍で突撃しないと抜けれないです。おー、気持ちいい。槍は相当重いんですけど、当たるとでかいのと技が必殺なものが多いので、すごい、ちょっとつもうじんって感じ。あとちょっとめんどくさいので血が溜まったので歌を切り替えます。気持ちよさそうなんだよな。そうなんですよね。三角ボタンで自動的に敵をロックオンしてついていきます。どんな距離でもついていきます。殴ってる間も敵から血が出るので、血が出るのでって血が出るので、あの、なるほど、はい、たまに預けたければってことです。はい、そうです。なるほど、早速と。ここで止めるぞ。また囲まれた。はい、大砲のところとめんどくさいところですね。まあ、ドラッグオードラゴンの皆様はご存知の通り、その弓と大砲という鬱陶しいものばっかりで、鬱陶、しかった、鬱陶しかった。結構アクション激しいので、今回激しいですね。すげえ、ここは砂漠を来るみたいなところなんですか、これは。はい、まあ、とはいえこう、まあ、ロックオンして順番に倒していけるので、考えればなんとかなるのと、あとレベルアップさえすればあの HP も上がりますし、あと武器もレベル上げアップをしていけば比較的に楽に倒せるんじゃないかなと。いや、基本的には気持ちよく戦っていけるね。そうですね、爽快です。あとはそのまだちょっと搭載してないんですけど、ゲームがちょっとやっぱり苦手な人のためように、ちょっとなんか難易度が浮き出るようなものが入れればな、まあちょっとわからないですけど、調整ができる、そういうものを入れるために。あったら嬉しいです。そうですね、そういうヒロミさんとかプレイするときね。はい、で倒したと思ったところで、はい、またうっとしいやつが出た。穴掘った。潜った。はい、潜ります。こいつなんかニーヤ思い出しますね。そうですか、もうニーヤもダメです、泣きそうになりますね。で、まあ、あの親狼でかいやつさえ倒せば狼はいなくなるので、ロックオンして集中的に狙えば痛い痛い痛い、なんとかなるかなとか。あ、引けがする、いけるかな。はい、虐待してますね。ヒットポイント半分ぐらいですけど、大丈夫ましたね。ちょっと危ないんで、HP 回復満タンにしておきます。大丈夫か。目に入る砂のボタンスまだデカートがしょうもないこと言ってますけど、あとさらにあの頑張ってお金を貯めれば、はい、あるかな、うん、力の薬みたいなものが手に入るんで、これだと攻撃力が 1.2 倍ぐらいなので、比較的戦いやすくなるので、まあ、あの下手な人もこういうアイテムを駆使すると比較的楽に勝てたりするようなバランス設定に今してる最中です。はい、ここはあのニーヤレプリカント2周目クリアした人は相当きつい感じ。オオカミさん何考えてるかなんとなくね、思い出しちゃいます。まだまだいけるとか言ってるけど、あ、こいつを倒せば終わるのかな。そうですね、これで終わりじゃないかなみたいな。そうですね、一通り倒したので全滅したので、
次にそろそろ行きたいんですけど、はいはい、まあ、で杉田さんを待ってる方もいっぱいいらっしゃると思うので、いやいやいやこの辺でちょっと実機プレイは終了しようかなと思っています。わ、はい、かりました。あ、その気持ちよさそう。ありがとうございます。アクションは相当なかなかね、その画面というか実機プレイ見せないとわからない部分なんですけど、確かに、まあ、頑張って現場もやってますよというところで、ね、ドラゴン呼んだりもできるんですか。そうですね、ちょっとドラゴンを呼ぶとこは今回入ってないですけど、はい、呼べる場所があって呼んで一緒に戦ったり、うん、上から爆撃してもらったりっていうのはありますので、いろいろ楽しめるようになってますし、うん、めちゃめちゃぬるぬる。あとはまあこれを、まあ、処理落ち問題とかいろいろあってですね、今、はい、その処理落ちを直したりして時間がちょっとかかってますけど、まあ、12月19日には今、はい、なんとか出せそうなので、はい、あのもう少々お待ちくださいと、超楽しみにしてますから、いうとこです。楽しみにしてます。柴さん、今日は、はい、実はあの皆さんにお見せしたいのは実機プレイだけじゃないんですよね。そうなんですよ、はい、あの、はい、前回のニコ生放送見られて、はい、ニコ生っていつも僕たち、まあ、手前味噌ですけど、はい、あの最後こうアンケート取った時に非常に良かったとかが、はい、めちゃめちゃ多かったんですけど、はい、前回ちょっと低くてですね、え、そうなの、はい、理由としては、はい、PV を見せなかったっていう。それでもあなたが見せたくないっていう。てか東京ゲームショー用だもんね。そうです。なんで東京ゲームショー用って言わせていただいたんで、はい、まあうちのブースでも今流れてますけど、まあここにこれ、まあここにこあのいらっしゃってる方と、はい、あとはニコ生 見てらっしゃるためように DG ス用の PV を一発流そうと思います。あの、はい、ネットで流れるのはこれが初めてですから、ね、はい、初めてですよ。すごいニコニコ見ている人のコメントも多いってなってる、弾幕になってる。すいません、本当にお待たせしました。はい、はい、では、うん、よろしゅうございますか、はい、よろしゅうございますか、よろしゅうございますか、よろしゅうございますか。皆さん流れますよ。じゃあ行きましょう、はい、それでは動画よろしくお願いいたします、はい、お願いします。すぐに何がわかる。平和を生み出し血を分けた妹たち。だからもうこのラストシーン ね最後はこれはフラグ泣いてる泣いてる泣いてる。葵さん感が高ぶりすぎ、なんか赤目になっちゃう、赤目になっちゃう。いやてかもうなんか、うん、もうダメだ。最近あの DOD のニコ生出るたびに泣いてる気がする。もうダメだ。最後相当意味深ですよ。だって最後絶対フラグじゃないですか、なんか、うん、そうですね、はい、なんかあんまアップにしなくていいです。まあいろいろ言いたいことはあるんですけど、まず横尾さんがちゃんと今回あの一からちゃんと見て、はい、編集してもらったあの初めての PV になるのと、はい、あとは、まあ、横尾さんのブログとか読んでらっしゃる方いるかもわかんないですけど、最後、うん、本当は入れないつもりだったんですけど、グループレーションでもやっぱなんかね閉まってほしいなというちょっとね、横尾さんもツイッターでおっしゃってましたね、はい、入ってよかったみたいな、はい、よかった。ちょっとお願いして、若干ネタバレっぽくなってるかもしれないですけど、ごめんなさい、ね、ここはすごい惹かれるよ、知りたいもん、はい、なんかファイブが血まみれになってたりとか。いやそうなんですよ、うん、あとまあ歌については何も語らないです、はいはいはい、ただこれ用にちゃんと起こしてます、はい、ちゃんと岡部さんが入ってやってるということだけは、まあ、葵さんともう一方ってことですね、はい、そうです、なるほど、はい、楽しみですね、まあ、歌姫たちという方で、はい、まあ、この PV まだ見られないんですね。まだ見れないです。 TGS 会場でしか、まあ、ちょっと長いですけど30分か1時間に1回しかうちのループで見れないんですが、まあ、ぜひ見ていただければいいかなと思うのと、あとはまあどっかの機会でウェブで出せればなと、そう、ね、楽しみにしてますんで言います。はい、まだね、ゲームショー来られる方はぜひ見に来ていただいて、はいね、まあ、近くの人しか無理かもしれないけども、うん、はいはい、生で見てほしいですよね。そうですね、ぜひやっぱまず来ていただいた方はもう本当大変だと、まあ、来れない方も大変だと思うんですけど、暑いしね、来てもらったんで、ぜひここだけで見ていただきたいなと思って、鳥肌でございました、はい、歌についてはまた近々別の機会にちゃんと発表させていただきますので、はい、楽しみにしております。楽しみにしております。まあね、今日会場に来てくださった方もニコニコも見てらっしゃる方も、はい、まあ、セカンド PV の興奮というかこの胸にくる感じ、はい、まあ、なんかね、ドキドキしましたよ、ね、本当に、うん、まだまだ収まらないと思うんですけれども、はい、実はそろ
ろそろお別れのお時間になってきてしまいましたので、めっちゃ早いです、ね、早いですよね。今日はいつも以上になんか早く感じました。そうですね、すごい早く感じました。やっぱりお客様がね目の前にいらっしゃるから、そうですね、うん、早いですね、早いです。まあ次の杉田さんを待ってらっしゃる方もみんなあの PV の余韻に浸ってそうですよ、みんなちょっと泣きそうなんだから。さあここでですねお知らせいきましょう。エルさんが歌う黒い歌の CD 情報についてお伝えしたいと思います。エルさんお願いできますか。はい、ニューシングル、まあ、フィフスシングルですね、はい、シリーズという楽曲をリリースいたします。まあ、CD、初回通常期間限定とありましてですね、はい、テレビアニメキルラキルのオープニングテーマになってます、はい、でこのシリーズの、カップリング黒い歌も、バッチリ収録されておるわけです、はい、先ほど PV で流れたものなんですけれども、めちゃめちゃいいっすよこれ。もうめっちゃかっこいい曲で、後半そうなんですよ、その先ほども言った1番と2番でだいぶ変わってくるので、ぜひ、はい、楽しみにしていただければっていうふうに思っております。実は2番聴かせてもらったんですけど、はい、相当良かった。いいっしょ、めっちゃかっこいいですよね。めっちゃかっこいい。ぜひ。いやー岡部の旦那いいよな。岡部氏わかるでしょ。岡部氏がすごいんですよ、本当にわかる。かっこよかった。ぜひ楽しみに。すごい聞きたいで、会場の皆さんも聞きたいしニコニコの皆さんも聞きたいと思うんですが、実はこの黒い歌、はい、はい、ゲーム発売前にライブで聞くことができるんです。そうですね、そうなんです、10月28日に青いエール渋谷公会堂にて、はい、初のホールワンマンを行います、はい、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。でこの場所で、黒い歌もバッチリ歌おうと思っていますので、ちょっと黒い歌フルどんな感じなんだろうと気になった方はぜひ遊びに来ていただければと。ちなみに僕らは行きます。僕も行きます。ありがとうございます。赤い目の軍団としては行きます。僕らはみんなで行きましょう。後ろの方の方でなんか行きますって言ってあげてくれてる方も行きましょう。行きましょう。サイリウムは行きまくるまくありがとうございます。はい、ライブの日時は10月28日の月曜日で、チケットも絶賛発売中とのことです。詳細はエルさんの公式サイトで告知中とのことですので、気になる方はぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、うん、せっかくですのでまたここで10周年記念ボックスについても振り返りましょう。そうですね、ごめんなさい、本当何回も申し訳ない、はい、出るかな。出てる。出ますでしょう。出てますか。出てます、はい、出てます、はい、先ほど言った通りです。もう何も言いません、いっぱい入ってます、はい、で必ず満足できると思います、これ。そうね、必ず満足、はい、僕らが見ててもすげえ面白いですし、はい、ようやったなみんなみたいな感じになってます。結構横尾さんはなんだかんだでご覧になられてますね。そうですね、横尾さんも見てますし、はい、みんな見てますし、横尾さんの、うん、俺横尾さんのインタビュー好きなの見た？見てないよね。まだ見てない。インタビューというか、まあ、ちょっと面白いのもあるんで。あ、設定資料書に入るってことですね。そうですね、あ、楽しみ、入ってますね。でこれがもう終わりでございます。9月25日水曜日18時でございます。はい、18時で、締め切ります。本当この数ぐらいしか絶対作んないと思うので、はい、まあ、大人の事情を言うとぶどまりというものがあって若干は作りますけど表には出さないので大人の事情よく言うな。はい、もうこれで終わりにしたいと思いますんで、はい、はい、よろしくお願いします、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。9月25日水曜日の18時まででございます、うん、もう間もなくとなりますので、うん、ご注意くださいませ、はい、では最後に松下さんから、はい、DOD3 の設定資料集などのおさらいをお願いいたします。これも本当におさらいになってしまうんですけれども、はい、まあ、我々電撃のスタッフで作らせていただく、まあ、設定資料集、はい、まあ、DOD2 やですね、まあ、ニーヤのように、まあ、ファンの皆さんの期待を裏切らないような、はい、そういうクオリティはもうお約束したいなと。ここでしか見られない、まあ、ラフイラストですとか、まあ、書き下ろしのなんかいろんなコンテンツですとか、うん、まあ、もちろん完全攻略本として、まあ、データの方も完備しますんで、うん、皆さん楽しみにお待ちください。これ面白くて本当嫌なんですけど多分ガチンコでこう設定資料集同士が戦うことなんじゃないか。柴さんそこはいろいろ協力してもらいますよ。はい、何やるの？ゲームが発売されたら今度は設定資料集の方、まあ、うん、でもまた別のプロジェクトあるからさ。まあ、でも手伝います。寂しいこと言わないでください、はいはい、楽しみですね、はい、それではそろそろ本当にお別れのお時間が来てしまいました。そうなんです。なお今回東京ゲームショー2013の会場からお届けいたしました、はい、電撃 DOD3 生放送なんですが、はい、引き続きゲームが発売される12月まで複数回にわたって配信してまいります。やっていきましょう。まだまだやっていきましょう。もうネタがない、あれ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 あ
飛んであれがあるけどね空中戦とかそう飛んでるのもまだ見せないいろいろありますよ、ね、で次回の放送日は、はい、確定次第まあみんな抑えなきゃダメだから、ねはい、そうなんです確定次第、まあそうね、あの先ほど松下さんあのお話もあった、はい、電撃 DOD の特集ページにて告知予定となりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、お願いしますよろしくお願いしますでは柴さん、はい、ケルさん、忠次様、本当にありがとうございました。ありがとうございました。会場の皆様、大きな拍手でお送りくださいませ。ありがとうございます。ありがとうございました。そろそろ杉田さん来るので皆様お待ちの、はい、前座は終了させていただきます。このあと12時50分からはアークシステムワークス25周年記念スペシャル、アークシステムワークス25周年記念スペシャルステージパート1をお届けいたします。ぜひお楽しみに、それでは会場の皆様また後ほどお会いしましょう。ありがとうございました。